丸丸けかしこじま、かしこじま、丸丸丸これ、かしこじまだとあれですね、家族連れの方でもやっぱ例のスタンプラリーの持ってはる方も多いですね。30分だから中で切った。スタンプラリーどこにあるんだろうな。スタンプラリーはない。あ、そうだ、あ、外にあんだ、ここは。へぇー。ピタッと触れて、あぶれ、どっかで、チャージしよう。はい、あ、で、ここでだね。はい、はい、はい、はい。初めてですね。改札の外にあるんだ。よいしょ。もう順調に来てる、順調に来てる。で、次が、あと9割ぐらいでも来るとして、まあ30分単位ぐらいで来るでしょ。普通列車だと11時15分か。あれやったら、普通列車でちょっと尾形駅の前とかも見てみてもいいですけどね。せっかくやし、あ、そうや、チャージをしねえといけねえけど、これチャージできたっけ。そう、でも確かに結構人いますね。へぇー、すごくあれ、いろいろやってますね。いつものごとくチラッと、チラッと前をぐるっと回ろう。なんかね、ちょっとお一人様でチラッと入りやすいとかないのはね、ちょっと家族旅行とかグループでの旅行に向いてますからね。伊勢神話は特に島地方はそうかな。伊勢は結構一人でもプラッと行けるし、意外とビジホもあるんでね、シングル利用とかでも結構あるんですけど、こっちに来るともう完全にいわゆる旅館、ホテルね、旅館になっちゃいますからね。さあさあさあ、あ、すげえ。え、こんなにいい道になってんの？へぇー。すごっ。ここは。駐車場あるんだ。へぇー。なってかるのか。足のタバコじゃん。ね。金とか270円って言ってたよ。いやー、お、普通線もやってきてますけどね。ちなみに前来た時に言いましたっけ、賢しもね、船付き場はドカッとあるんですけど、基本的に遊覧船ですからね。こっちは観光船で、こっちは賢島かな。大王酒飲みできるんやったっけ。悪いとこあっちなんですよね。
うだよな。大変先ってどっちだったっけ。あっちの方がないんじゃない確か。ずくるずくるっと回ってね、ゆっくりですけど、なんか腰の動き方まで取ったか。紳士屋さんが多いですからね。ん？これは？あ？アジフライ。アジフライサンドいいの？まあ、こんな感じで。エスパニアクルーズなんてのもありますけど、結構いろんな船が出ててね、例えば意外とね、遊覧車がいろいろ出とって、まあ定期船も一応あるんですけど、バグとかあっちの方ね、列車も、まあ、一応バスが一応一日に数本あるかなみたいなところの方面のところを連絡してる、一応定期船とかあるんですけど、まあ海渡っちゃった方が早いですからね、この辺りは入り組んじゃってるんで。で、あの、奥にね、島が見えますけど、あいた結構、離島のところとかに、いろいろとホテルとかね、とか、旅館とかがあったりするんで、そこと結ぶ船が、まあ、鳥羽の方から、鳥羽市の会議屋と鳥羽の方から出とって、結構この、他にもいろいろとね、ぽろぽろと船着き場ありますけど、結構その旅館と直接、あの、結びますよ、みたいな、あの、宿泊者様ね、あの、送迎バスとかありますけど、送迎船みたいなのがね、走ってることもありますね。え、あの、先のところで売っとったエスカルニアクルーズネットはここで、あの、この船は何だろう、あ、この船は何なんだ、これは何だろう、チャーター便かな、マリンタクシーか。へえ、リゾート。ネムの里のあれか。ネムってあのすごい漢字が読みにくいあれですね。会うっていう字になんか歌みたいな字でネムっていう。島来たね。